感染が判明したのは45人で、前の週の同じ曜日より18人増えています。亡くなった人やクラスターの発表はありません。医療機関には4人が入院していて、重症や中等症の患者はいません。四国の感染者はご覧の通りです。